マッサンカフェ TV 第58回マッサンカフェ TV が始まりました。今日のゲストさんはまず最初にマッサンカフェ TV は初の海外進出になりまして、初めて国際的に配信をすることになりました。すごいすごい、これ全世界ですからね。もうね、普段も全世界なんですけど、地味に日本ばっかりでやってるような、日本どころか地元の神奈川県川崎市高津区というような感じでやってますけど、今日はシンガポールの、ね、アンデルセンのりこさんとおつなぎをして番組を配信させていただきます。マッサンカフェ TV 第58回です。で、今日はね、事前にお話ししてたように、始まる前に、ね、たまーにやらせていただいてますマッサンのフライングコーヒーっていうのがあるんですね。そういうコーナーが、そこでアンデルセンのりこさんのたってのご要望でフレンチプレスの入れ方をお話ししようかなということで、じゃーんと、のりこさんも出してください。はい、じゃーん。フレンチプレス。のりこさんのは結構ね、しっかりして、そのままステンレスですよね。で、多分保温性もある。これはね、そう、保温性があるのはこっちです。これね、これがポットです。こっちはフレンチプレス。こっちがステンレスのポット。うん、このフレンチプレスはね、はい、シンガポールにはダイソーってある。ダイソーさん。ありますよ、ダイソー。はい。ダイソーで買ったんです。ダイソーで ?500 円。へぇ日本円で言うと500円。シンガポールドルですか？シンガポールドル。シンガポールドルです。はい。まあ、多分500円でしょ。多分、ずっと500円というのはドル計算しなきゃいけないんですけど。シンガポールがやったら高い。はい、なるほど。500円ってでも、いやシンガポールのダイソーって大体2ドルショップって言われていて、一つのものが2ドルなんですよね。でも、もしかするとそれは、どうだろう。事前に必要なのは、フレンチプレスと、はい、あと、のりこさん、豆を引いてきてもらう。はい。豆があります。豆はね。事前に引いていただいても、引いていただいてとか、まあ、引けない方は自分でお店で引いてもらえばいいんですけど、で、それを18グラム用意していただいたんですね。うん、私も一応。はい、もう測ってあります。18グラム。じゃあ、フレンチプレスのこの中に、ごそっと投入をしてください。入れてください。あ、もうごそっと投入ですね。はい。ちょっと待ってください。もういいんですね。ごそっと投入して。そうそうそう。入れますよ、皆さん。ごそっと投入。ごそっと投入。はい。一瞬。350cc。はい。ちょっとお待ちください。はいはい。今ね、私もお湯を取り行きますから、こんなようなね、ケトルを使って、この中にお湯を入れます。それから必要なのは、あとキッチンスケールですね。まあ、いつもお話ししてますけど、測る癖をつけたいので、キッチンスケールをね、ご用意いただいて、このキッチンスケールの上に、このフレンチプレスをこうやって乗っけて計量していくという。はい、戻ってきました。お湯も持ってきましたよ。はい。はい、お湯を渡します。お湯。はい。ここにお湯を入れ。はい。お中澤さんのあの湯ポットかわいいな。どれ？あ、はい。あ、じゃあこれ、ここにもう入れていいんですね。うん、あ、そう、ちょ、まだまだまだ待って。それは今、まだ。豆入ってる。もう、ま、豆入ってます。豆入れました、ここに。それはダメ、まだ。ちょっと待って。私はあのケトルで、一回ケトルに移して、それで。はい。カメラをね、買いたかったの。中澤さん。2カメにしてるんです。カメラ変えてください。というか、手元を映したいじゃないですか。2カメすごいな。
いやいや、すごくないんですよ。大変なんですよ。かわいい。カメラ、今の。カメラテストしてないんですよ。ね。あ、これカメラが今。これでちょっと今グリーンバック切っちゃいますね。グリーンバックがあると。あ、はい。変に映っちゃうんで、これで。はい、これで。どうですか？こんな感じで、ちょっとなんか、すごい配信の舞台、配信の舞台がもろに見えてますけど、うんうん、こんな感じで、ちょっと頑張れ、もうちょい下。はい。こんな感じかな？上から。はい、ここに。あ、見えてる、見えてる。はい。すごいな。だからそのちょろちょろ入れられるタイプの、あの、お湯差し。今のだからその中澤さんのお湯ポットが可愛いですよね、それ。ああ、まあこれはね、一応コーヒー屋の道具ですから。さすがコーヒーのプロ。宣伝するわけじゃないですけど、私の講座、リモートワーク疲れの超簡単ハンドドリップ、コーヒーハンドドリップ、3Day講座っていう、噛んでますね。それがやってるんですけど、オンラインで。はい。それは、もうこういう道具使わずに、ダイソー、うん、それこそダイソーで使ってる、今、のりこさんが持ってる軽量器みたいなのでやってます。100円ショップで買えるんですよ。はい、あ、それはその道具使わずにいいんですね。うん、うん。はい。あれ、入れて、のりこさん入れてんの？ま、いや、入れてないよ。まだ、待ってください。入れますね。あ、じゃあね、中澤さんね、今ね、ヨネヤさんからメッセージが入っていて、オーバーレイ消して、あの、消すと、せっかくの映像が、そうそう、そうね、コメントが入っていますよ。せっかくの映像にね。そうだ、そうだ。文字が重なっちゃうよって。じゃあ、中澤さん、私も入れますよ。どうぞ、160ぐらい。半分ぐらいね。あの、うん、160ぐらい。半分ぐらいだから、ゆっくりゆっくりですね。そうです。なるべくゆっくり。ゆっくり。すいません、ヨネヤさん、ありがとうございます。ヨネヤさんがこれか。ゆっくりゆっくりちょっと待ってね。はい。今日もとても可愛いのりこさん、のりぴーって書いてある。こんにちはって。のりぴーなんです。今日はのりぴーチャンネルじゃなかったんだ。そうなんですよ。もういい。今日はのりぴーチャンネルじゃないですよ。マスコミ ITV です。あ、OK。じゃあ半、はい、半分入れました、中澤さん。笠原さん、ご存知だよね。あやや、シェアしましたってこと。あやや、知ってるよ。あやや、そうだよ。今日はなく、ごめんなさい、カメラが今手元映しちゃってるから、手だけ映るから。はい。そうそう、あややん、今日はね、中澤さんとコーヒー作ってんの。はい。あ、オーバーレイ消しましょうって、これね、さっきのりこさんが読んでいただいて、はい、ありがとうございます。そうそうそう。ということで、これも消した方がいいよね、このバナーもね、せっかくやってんだからね、これも消しましょう。はい。カメラを変えてもいいのかな？飲むだけだからいいよね、もうね。何をえ、カメラ切り替えないんですか？中澤さんのお顔が見えないそっかそっか、失礼。そんなパパパパいかない。あ、切り替わった。切り替わったけど、グリーンバック。ね、そうそう。はい。こんな感じでいったかな。はい。うん。あとは、今日は、はい、お名前を出してないです。ああ、出てきた、出てきた。出てきた。お名前が出てないでしょ。そうですね、名前が出てない。あ、名前も出てきましたね。はい、ありがとうございます。それからテロップも出そうか。消したり出したり大変なんですよね、この操作がね。わかるわかる。テロップを出しました。はい。こんなことやってるうちにもう3分かな。もう3分くらいね、経ってるかなって思いますね。今じゃあ、これをね、はい、このもう今出っ張ってる棒をゆっくりゆっくり、コーヒー豆沈殿させるように、はい、この上、見えるかな、ここのところに今、メッシュがついてるんですけど、はい、これを下げることによって、はい、コーヒーの豆は下に押し下げられ、うん、コーヒーの油分、お湯だけが上に、コーヒーが抽出されたものだけが上に残るという。で、一番最後の下までやったのが、はい、そうですよね。それで終わり？まだ行くで。もう、下まで。うん。もっと行くでしょ？まだもうそれで終わりなの？押す。はいはい、大丈夫ですよ。うん、これで、ここまで。はい、押しました。でじゃあ、これで自分で飲むものに、まあ、私はマンカップですけど、注いでください。はい、じゃあ、あの、私は、じゃあ、ここの、コーヒーカップに注ぎます。いきますよ。タンブラー？あ、タンブラーじゃなくて、このままもう。
飲む分ぐらいここに入れとこうかな。あ、カップに入れるのね。あ、じゃあちょっとみんな、そうそう。でも皆さんにこういうのをね、日本の皆さんもしかするとあんまり馴染みがないかもしれないので、ちょっとご紹介がてら。こういうね、ステンレスの、中がステンレスになっているコーヒー用の保温ポットがあるので、ここに私はじゃあちょっと入れますね。ちょっとコメントを読みながら。はい、じゃあこれをね、飲みながら。村井さんがこんにちは。中澤さんに教えていただいた。こんにちはってことで。ああ、村井さん、こんにちは。それから、間に合った、間に合った。中澤さん、のりこさん。何これ。こんにちは。あのね、向けてる村井さんね、村井さん、あの、私が以前ライブ配信した時にね、おちんちんのお話のライブ配信だったんですけど、その時にね、村井さんが来てね。はい。な、ありがとうございます。じゃあ、ちょっといただきます。うん。うん、うん。お、なんかでも、いつものコーヒーよりちょっと深みが増してる気がするな。抽出してる時間をちゃんと待ってあげたからかな。そうですね。あと、あの、攪拌させるっていうのも結構必要で、一回途中まで入れて攪拌したじゃないですか。はい、あれがやっぱり味噌なんですね。あのね、攪拌はね、バーって全部お湯を注いでからやってましたね。あの、途中でやってなかったです。あ、でも途中でやった方がいい。この抽出する時、うん、途中でやって、それであとなおかつ、待つですね。あ、そう、待つのもあんまり待たずに、もう結構すぐにバーっとかって押しちゃってたので、やっぱ待つっていうのも必要ですね。やっぱ油分が馴染んでるというか、うん、ちゃんと回るというか。はははは、なるほど。フレンチプレスはね、本当に扱ってはいい道具なんですよね。ハンドドリップより。すいません、今ちょっと。使い勝手がいい。コーヒー入れることから考えると、非常にやりやすいんですよ。そんなに。やりやすい。うん、あの、すごくやりやすい。神経使わない。ドリップだとやっぱりこう、結構神経使うじゃないですか。うん、使うと思いますよ。しかもね、なんて言うんだろう。本当に時間をかけて丁寧にやりますよね。全然フレンチプレス大雑把。うん、まあ、ざ、まあ、大雑把というあれは表現があるかどうか別にしても、そんなにあの、ね、フレンチプレスに向けなくても、なんかだから話しながらでも、会話しながらでもできちゃうという。うん、やはりこうフレンチプレスの良さですね。手軽さ、うん。あ、今日のね、これはダイソー商品で500円で私買ったんですけど、それ言ったっけ ?550 円の商品なんですけど、ダイソーショップでね、今結構売れてますから、もしよろしければ、うん、私はダイソーの回し物でも何でもないんですけど、500円でもしこの、これが使えるんだったら、本当にフレンチプレス、一家に一台あっても、あの、非常に使い勝手いい。ね、そうですよね。そう、うん。500円でそんな、あの、可愛らしい、手軽なサイズだし、うん、一人用でいいですよね。ダイソーで買えるんですね、皆さん。忙しい時に、ハンドドリップなんてやってらんないなと思う時は、フレンチプレスの方がずっと楽です。うん。うん、あの、料理しながら、テレビ見ながら、コーヒー入れられるっていう、ね、そんな感じなんで、ハンドドリップはさすがに2つ以上はできないと思うんですよ。うん、で、もう最初の。ハンドドリップはだから、ながら作業はできないってことですか？ちょっとやっぱ神経使いますよね。こうね。私もだってやっぱりこう慣れてても、二つ三つくらいまでのタスクはできないですね。テレビ見ながら、例えば何かを煮ながら、料理をしながらハンドドリップやるってのはできないですね。さすがにあのフレンチプレスも料理しながらは作りませんけど、でもそうなんですね。やっぱハンドドリップはすごい神経使うんですね。お湯さえたら注いでれば。あと待つだけなんでね。確かに。うん、確かに。そう、そういう気軽さはあるんでね。手軽さ。うん、そう。すごい、すごく気軽に、本当に、だからデンマーク人たちはガバガバコーヒーを飲む人たちなんですよね。もう朝も昼も夜も。うん。ただ、一つだけ、もしフレンチプレス、これ、フレンチプレスを使うのにあたってね、
必要なものを、ね、はい、あの片付けるとき、何でもいいんですけど、え、三角コーナーみたいなのあるじゃないですか。はい、はい。こう三角の、うん、キッチンの三角コーナーの。紙で、これ、はい、私はちょっとこのなんか網みたいなんですけど、もう何でもいいんです。紙でも何でもいいんです。はい、三角コーナーってあるじゃないですか。はい、はい。それにこうやって紙をポンとスポッと入れるじゃないですか。はい、はい、はい。これは用意しておいて。というのは、これ、最後飲み切っちゃうと、コーヒーの粉が残るじゃないですか。そう。で、それに、キッチンが水洗いすると、キッチンが真っ黒ケレケレになって、はい。はい、あの、この豆をそのままある。で、うちの神さんに私は散々叱られて、うん。だから、ここに一回移して、粉を。はい。はい、なるべくここに残留する粉を減らしてから洗う方がいいですね。で、これはこれです。なるほど。私、そうそうそう。だから私はいつもこれ、あの、残るじゃないですか。そのコーヒーの残骸がこの中に。うん、フレンチプレスの。そのままはもう、あの、ゴミ箱、生ゴミのね、あの、ゴミ箱に、もうそのまま捨てちゃいますね。キッチンには流さないように。水とかどうするの？水切らない。お湯。あ、もう、もう結構あれですよ。あの、そうね。まあ、まあ、そうですね。確かにちょっと水気があるっちゅっちゃあるかもしれないですけれど、あの、シンガポールは生ゴミ毎日もう捨てられるので、なんて言うんだろう。その辺あんまり水気をしっかり切るとかって、やらなくても、大丈夫。捨てちゃうかな。大丈夫ですね。ただこれを、この残骸をそのまま、キッチンに流すと、あの、パイプが詰まっちゃうんですよね。ね、だから。あとは、周りも真っ黒けっけんなんでね。そうそう、真っ黒けっけんになるので、だからそうですね、キッチンにはもう、あの、残った豆、お豆ちゃんの残骸は流さないですね。だから、まあ、こういう、100円ショップでこういうのね、売ってますから、そういうのがあると。なるほど。これ他にも。あるといいですよね。ね。うんうんうん。うんうん。だから、そういうので、いいですよね、こう買っといて、そこにバソッと入れて、うん、で、あとは、水洗いでも、洗剤つけて洗ってもいいですけど、そうそう。はい。それだけは注意していただいた方がいいかな、というふうに思います。そうですね。このフライングコーヒー、フレンチプレスの入れ方なんですが、はい、何かご質問があれば、受け付けますよ。のりこさんのご質問ありますか？いやー、もう、あの、私はだから、入れ方を本当に今日ちょっと教わったことはすごく良かったですね。あの、まず、お湯を、本当に半分まで入れて、そこで一度攪拌をして、で、最後にまたね、最後までお湯を注いで、あとは3分間待つというね、この一手間が、やはり、大きいのかなって感じました。もう一手間っていうか、でもそれがコーヒーがで飲めるまでの喜びでもあるじゃない。香りが漂ってきて、あ、美味しいコーヒーが飲めるなと思うと、こう、鼻にね、結構コーヒーの香りがね、はい、いい香りがするなと思う。そこの瞬間からもうコーヒー飲んでるっていう作業が始まってますからね。ああ、そっか。だからコーヒーはそうですね。そうそう。あと、もっと言えばコーヒーをね、ミルで引くところから始まってますからね。こうミルでこうやって引くところからも香りがふわーっと出てくるんで。もうそこからコーヒーを、ああ、美味しいコーヒーだな、飲みたいなっていう気持ちがどん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 こう出てくるって、溢れ出てくる。コメントが来てますね。はい、ちょっと。あ、コメント。シンガポールの。シンガポールの。よかった。よかった、よかった。あの、ここでね、水越さん、美魔女とかってね、書かないでよかったですね。ありがとうございます。美女でよかったです。それから、あ、ありがとうございます。上に出てるバナーみたいのがいいよねって、ありがとうございます。オンエアっていうね。はい、そうそう、私一瞬これ、え、広告が今出てきたのって思ったんですけれど、違うんですね、これ。すごい、かっこいい。自分で作ったんですね。もうかっこいいですよ、中澤さん、これ。QR は、うん、QR はこれ、この QR は動画の YouTube の、YouTube チャンネルの動画を案内、はいはい、ご案内になってます。なるほど。では本当、私一瞬広告バナーかと思っちゃったくらいかっこいい。本当に。広告かと思っちゃった。私の自分の広告です。シンガポールで多い風がバナーを。いいね、あ、それはどうなんですか？さっきも聞いた。はい。ああ、そうですね。うん。
そうそう、さっきもね、ちらっと中澤さんとお話ししてたんですけれど、やっぱりね、シンガポールでメジャーなコーヒーショップは、スタバーですね。どこにでもあります。うん。あ、そう、やっぱあとは、ローカル系の、コーヒーショップ。何系？そうそう、うん。何系のコーヒーショップ？もう一度。ん？あとはね、ローカルの、シンガポール人が、もともとこう、よく利用するような、すごく、低価格帯の、なんか庶民的なカフェもたくさんあります。うん。スタバは東京と同じぐらいあるんですか？東京と同じぐらいあります。もう至るところにあります。そうなんですね。うん。うん、そう。スタバはすごいですね。あっちこっちに。スタバはあっちこっちにありますね。うん。さっき聞いたけど、デンマークは少ないって言ってましたね。コーヒー美味しくて、ほんとついつい飲んじゃう。はい、デンマーク？うん。は、うんうんまあ、あんまりスタバはないって言ってましたよね。あ、そうなんです、そうなんです。そう。デンマークはね、私の夫がデンマーク人なので、デンマークによく行くんですけれども、もともと、コーヒーショップっていうのかな、喫茶店？うん、カフェの文化がすごく発達しているので、あんまりチェーン店の外から入ってきたコーヒーチェーンのお店は見かけないんですよ、街の中では。本当にないです。だからスタバも空港に一軒あるぐらいみたいな感じなんですよ。そうなんですね。国際空港にあるぐらいっていう。そうです。国際空港に行くとスタバはあるけれど、でも街の中はね、本当に普通の喫茶店がたくさんあって、うん、そこでこうみんなね、お茶してますね、うん。うん。あとはコメントがちょっと続けてきちゃってるんでね、来ちゃってるって来てるんでね、はい、これ QR は読め込めないって言われたんで、うんうん、今変えました。そうなんだ。こっちなら今テロップが邪魔でね、結構読み込めないって言われそうなんで。ああ、そっかそっか。じゃあ、この下のね、動くテロップ。うん。ここ見ないとです。あ、ちょっとね。それから、何を読んでたっけ？水越さんが、ノリピーが出てるから、うんうん、シェアしたっていうのを読みましたっけ？うん。あ、これはまだ読んでありがとう。ありがとうございます。水越さん、ありがとう。シェアしといて。今日はね、フレンチプレス講義を。はい、のりこさん、ゆみかさん、のりこさんじゃん。岡田さん、こんにちは。あ、ゆみばんさんも、こんにちは。はい、からさっき、イエーイ、うん、今ちょっと変えましたから、はい。で、この下ので、うん、これで読めると思う。で、ひろこさん、としなりさん、としなりさん、こんにちは。見てます、シェア完了しましたということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ノリピーは、あ、水越さんね、一日何杯飲むの、うん、何杯飲むの、はい、例えばこのサイズのカップで、朝は絶対1、2杯は飲みますし、午後も、うん、1杯ぐらい飲むし、夜はやっぱ飲まないですかね。まあ、1日3、4杯 ?4 杯ぐらい、うん。4、5杯4杯、5杯ぐらい飲んでますね。うん、だいたい午前ですか、ね、三越さんは何杯飲むんでしょう。どうですか、三越さん、なんか最近コーヒー飲まなくなったってこの間言ってましたけど。あ、そうなの。体の健康なんかどうなのかわかんないですけど、この間ヨネヤさんのツタちゃんフェスタ来た時に、俺最近コーヒー飲まなくなったんだよねとかって言われてましたんで、はいはい、そうなんだ、なんでだろう、カフェイン避けてるんですかね、うん、なんでですかね。ね、中澤さんは一日にやっぱり何杯ぐらい、どれぐらい飲むの？ずっと言ったら5杯飲んでますね。だいたい午前中3杯ぐらい、うん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 、2杯から3杯、はい、はい、2杯ぐらい、はい、うん、そうだよね、こんな感じですね、うんうんうん、ところですよね、やっぱ5杯くらいかな、うん、寝たりとかするときあるんで、その時はもう夜はもう飲まないですけど、うん、7時ぐらい超えると。そうですよね。そう、私も夜はあんまり飲まないんですけれど、でもね、デンマーク人はね、結構、ご飯、夕ご飯を食べた後に、
またリラックスタイムでコーヒー出てくんですよね。コーヒー飲むとか言ってね、そう。うん、夜も飲んでますね。この水越さんがいろいろシンガポールだと一杯いくらだって、はい、コーヒーは。スタバはいくらだ。あ、なるほど。ね、スタバだと日本と同じぐらいですね。スタバだとね、やっぱりね、7ドルぐらいだから560円とか600円ぐらい一杯。日本だとどれぐらいなんでしょう、うん、日本のスタバって。やっぱ500円前後ですかね。まあ、物にもよりますけど。500円前後。500円から500、うん、600円ぐらい。そうですよね。あ、コーヒーは、うん、うん。で、それが、コーヒーはね。うん。ローカルのコーヒーショップに行くと、一杯それでもね、150円とか200円以下ですね。ローカルのコーヒーショップは。ドルで言うと2ドルとか3ドルってこと？そうです。2ドルぐらい。うん。1杯2ドルぐらい。で、もう、スタバだと1杯7ドルとか、うん、6ドルとか。うん、だから3倍以上違いますね。うん。日本はあんまりローカルとかないよね。ローカルのコーヒー屋さん500円とか取るもんね。600円とか。テイクアウト。うん。でも日本も、日本ってでも、あれですよね、スタバももちろんいっぱいあるんですけれど、それこそ中澤さんがね、前にやってたような、喫茶店もいっぱいあるじゃないですか。なんか、はい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 、独自の喫茶店、はい。ねえ、すごいチョイスが多いなと思いますね、日本は。でも価格的にはそんな安いとこないですよ。200円とか300円とか。それはないですね。そんな安くないか。そんな安くないですよね、多分ね。コンビニのコーヒーは100円ですけど、セブンイレブンとか。あれ 100円で飲めるんですか、コンビニのコーヒーって。はい。そうなんだ。でもやっぱり味も100円価格ですよね、多分。まあ、100円にしちゃうコーヒーは美味しいですよね。100円にしちゃう。100円の雪で。あ、そうなんだ。100円にしちゃう美味しいのか。いや、やっぱね、日本は、うん、どうぞ、はい、日本は、すごいね、いや、すごくないですけど、うん、水越さんもね、あ、村井、その前に村井さんがコメントだ、はい、コーヒーは1日4杯ぐらいがいいとって、村井さんが読んでますね、がん予防になるそうです、しかし、それ以上だと日本人は胃がやられるそうです。なるほどね。うんうんうん。もともと日本人ってお茶、緑茶文化だからかな。胃がなんかあまりコーヒーに慣れてないのかしら。そうですね。多分。でも慣れれば私は、うん、私は全然胃が荒れたってことないんで。もうね、中澤さんが胃が荒れちゃったら食欲病になっちゃうんですよね。だから、高級カフェインで寝れなくなるとかって言うじゃないですか。私は全然大丈夫なんで、うん、まあ飲まないですけど、たまにコーヒー飲みたいなって夜の9時頃飲んでますから。うんうん。私はあんまりその眠れなくなるとかってない、カフェインでどうのこうのもないし。はいはい。うんうんうん。へっちゃらへんなんで。この間変なことをツイッターで上げたら、そんなことするのってみんなからびっくりされたんですけど、いなり寿司とコーヒーってよく飲む。うんうん、いなり寿司を食べる。そうなんですか？うまいよ。いや、本当にうまいよ。おすすめ。へぇいなり寿司とコーヒーは最高です。そうなんだ。ちょっと今度試してみますよ。いなり寿司とコーヒーってなんかすごい、あんまり聞かない組み合わせ。昼飯にスーパーにいなり寿司を買って、家でコーヒーを入れて飲んでるっていう。うんちょっと今度試してみます。うん。でもお茶代わりなんです、私にとってコーヒーは。日本茶ほとんど飲まないんで。1年に何回ぐらいしか飲まないんで。だからもう別にコーヒーで全ての食事を。もう俺できる。なるほどね。味覚になってるとか、質問になってるとか。だから別に。あんまりラーメンで食わないから。そうか、緑茶代わりね。でもお寿司とコーヒーもある。バッテラ寿司ってあるじゃないですか。青、はい、バッテラ寿司。
あ、青魚あるじゃないですか。はい、はい。うん、美味しい。好きですよ、私、バッテラ寿司。バッテラとコーヒー、うん。あれも合うんですか？うん、うん。マグロとかでちょっとあってはちょっとね、まあ人によるんで、私もあんまり好きじゃない。マグロとか、イカとかタコとかイクラとか、そういうのはね、あんまり好まないですけど、バッテラ寿司は。マス寿司は。そうなんだ。いや、なんか。日本にマス寿司ってあるじゃないですか。うん、それも合います。だから、青身魚。マス寿司。マス寿司ね、マス寿司ね。うん、合いますよ、結構。ああ。と思います。私は。今度じゃあ、あれですね、回転寿司あるじゃないですか。回転寿司って緑茶マシンっていうかね、自分で緑茶パウダーでお湯入れて緑茶作るじゃないですか。あそこにコーヒーっていうオプションがあっても面白いかもしれないですよね。うん。うん、あってもいいと思うんで、俺はそれを提案したいんだけど、回転寿司屋さんうん、そうそうそう、回転寿司屋さんに ね、うん、ね、一般的じゃないかもしれないですね。村井さんがね、スタバに入らないんですがって書いてありますね。スタバのコーヒー500円で飲むんだ。村井さんスタバ入らないんだ。うん、いや、高い高い安くないですよ、スタバ安いと思ったら間違いない。そう、スタバ高い。でも日本の喫茶店のコーヒーも結構しますよね、多分。だからもう500円ぐらい平均500円くらいか。うん。ちょっと安いってことだと400円、うん、うん。でもあれだって、テイクアウトだって400円から500円ですもんね。テイクアウト。うん、うん。水越さんがね、昔ながらの喫茶店がいくつか残ってるよねって、ああ、その神田とか行くとね。ね、ありそう、ありそう。お茶の水とかね、うん、いっぱいありますね。そうそうそう。あの辺のね、うん。学生街の喫茶店って歌ありましたけど、昔ね、うんうん、大ヒットした。だから、そんな感じですよね。うんうん、だからなんか、水越さんの時代とか、本当喫茶店文化のなんかね、時代かもしれないですよね。私と水越さん同級生ですから。うん、あ、じゃあ本当そうだ。じゃあ中澤さんもそうですよね。だから、本当大好き。だから昔ながらの。村井さんもなんだ、みんなじゃあ喫茶店世代なんだ。だから喫茶店というか、日本語で言うとなんか純喫茶って感じかな、今で言うとね。純喫茶って。何喫茶？純喫茶。そんな感じですよ。純喫茶ってね。はいはい、昔そういうのありましたよね。いやらしいところもないですよ。はいはい。ただまあ、もうタバコの煙がモコ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 してて、で、分かる分かる。油切ったギト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 の歌でピンポン来たよ。はいはいはい。うんうんうん。ギトギトした歌で、なんかそんな感じです。うん、で、そんなね、うん。BGM にはなんかね、コテコテのジャズみたいなのがかかってきてね。いいですね。うん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 。そうそうそう。なんかそういうね、青春時代のなんか、ノスタルジックな青春時代をね、思い出せる。そういうところにね、なんか大学生っぽい人がいっぱいいてね。はい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 。はいはいはい。なんか神田川みたいな人たちがみんなその辺にね。そういう世界で。大体お茶の水に多いんです、そういうのはね。神田お茶の水。はいはいはい。そういう時代ですよ。そうか。そういう時代がね、だから青春だったんですよね。うん。青春の一歩手前ぐらいかな。だから、ちょっと一世代下ですね。私とか水越さんはね。5、6歳目のこういう感じで、それに憧れて高校生活をしてたみたいな。うん、なるほど。うんうん、だから、やっぱりそういう、なんか、バンカラってちょっと違うけど、なんかそういう大学生生活が、なんかもう、イメージされてて、大学行ったらああいうふうになれるんだって、なりたいなっていう。うんうんうん。高校生みたいなって憧れがあってね。いけないじゃないですか。タバコも吸えないし、学生服着てそんなとこ行けないんですけど、大学生ならもう服装自由ですから。ね。うんうん。確かに。うん。セブンのコーヒーは美味しいよって書いてあります。はい。おお、結構美味しいんですね。うん。日本のコンビニは優秀だと思う、でも。うん。オリンピックでもね、コンビニ、報道関係者でコンビニ美味しいってみんな言ってる。そうか、ね、外国人報道者が結構なんか、ジャパニーズコンビニはすごいってね。うん。言ってますからね。ところ。ね、うん。うん。
のりこさんがでかくなりましたけど、なんで私がでかくなっちゃったんですか。できるできるなと思って、そういえばやってなかったなと思って。やだ、もう恥ずかしいからやめてくださいよ。うん、なんかコメントを読んでるだけでもう40分も経ってるんで、はい、もう終わっちゃうから。もう、あ、いなり寿司、浸しては食べない。もう、ゆみかさん、浸しては食べません。一緒には食べるけど、浸しては食べます。浸して食べたの？浸さないよね。村井さん、マッセラニコーヒー、うん、アンビリーボー、うんうん、そんなことないよ、うんうん。サバとコーヒーじゃ、味がわかんなくなりそうって、あ、まあ。いや、だからもう、中澤さんはコーヒーが緑茶だからね。うん、まあね、ちょっと、テンポを上げてみましょうね。え、僕も、茶店でのんびりコーヒーを飲むのが好き。なんとなく、ただ、テイクアウトだけ、うん、まあ。そうね。なんか、だからちょっと、なんか、喫茶店の中の雰囲気とか、まあ、違いますよね。やっぱり、スタバ、と、純喫茶と言われている、まあ、ああいう喫茶店って、やっぱりちょっと違うね。シートがだって、あの、シートが全然違うじゃないですか。椅子とテーブルとかが、そもそもね。それはね。うん、でも、やたら静かな喫茶店も、コーヒー屋さんも、居心地悪くないですか？こうパソコンのスターバックス？いや、スターバックスやたら静かなコーヒー屋さんも、なんかパソコン持ってて、カチ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 、キーボードの音が響くみたいなと、これいられないよなって、私帰ってくるときありますけど。やっぱスタバぐらいに適当にガサガサしてた方が、なんか周りでワイワイガヤガヤやってた方が、パソコンのこうやってキーボードの音も気にならないし、こうやってちょっとぐらい電話してても気にならないけど、やたら静かな BGM だけが流れてる喫茶店で、電話でなんかしてたら怒られそうだし、ね。そっかそっか、そっか。あ、だから用途が違うのかもしれないですね。あの、スタバと、純喫茶の喫茶店って、人々が求める、なんて言うんだろう、そこに求める用途っていうか、意味が。うん、例えば、ゆっくり落ち着いて静かに本を読むっていうなら、あの村井さんのね、こういうのんびりコーヒーっていうのがいいかもしれないですけどね。のんびりね。うん、本とかじゃなくて、仕事をやってるとかね、パソコン仕事をやるとかっていうと、うん、合わないかもしれないなって、私、思ったりしてますね。はい。村井さんが、僕も論言の大学。そうなんだね。はい。論言の大学生だったんですね。論言でなんか車を乗り回してたって、会社を乗り回してたってことでしょ。うんうん。へえ。最近は査定でズーム会話してる。ああ。今日本を読んでるのに煩わしいですね。うん、時代でしょ。そうだね。ああ、でも喫茶店でズームの会議って、そっか。いや、だからあれじゃないですか。ね、そこも分かれてると思うんですよ。村井さんみたいな人数で本読みたいとか、うん、ゆっくり落ち着いて物事を考えて、うん、手帳にいろいろ書いてる。まあ、例えばあと、本とかね、いろいろ書いてる人とか、執筆してる人とかだったら、そういう集中したいじゃないですか。そういうところに Zoom 会議が詰まりでやられたら頭きますけど、だからそういうのをやっぱり分けられるようになってきてると思うし、だってそういうもう Zoom 会議できますよっていう、喫茶店じゃないけど、そういう、なんだろう、コンシェルジェスペースみたいなのあるじゃん、コンシェルジェスペースみたいな。飲み物は有料です。でもまあフリードリンクみたいなので、ね、終わったら別に Zoom で会議やってもいいですよとかっていうところもあるし、じゃあそういうのはダメです。うん、でフリードリンクじゃなくて、うん、っていうところもあるし、そういうのをはっきり分かれてきてるし、使う人もやっぱりそれを、そのニーズを理解しながら入っていかないと、例えばね、いきなりズーム会議やられたら確かに頭苦しい、周りの人は。そうですよね。コンシェルジュスペースみたいなとこ行って、読んでたら周りが、わざがやがしててうるさいと思っちゃうとかね、やっぱ使う人もそういうのを考えるっていく時代になってるでしょうし、お店もそれを打ち出す、ね、そうですよね、そうですよね、うん、だから本当にその、何のためにね喫茶店に行くのかっていうところで自分でだから使い分けていくっていう力が必要なのかもしれないですね、もうこれからの時代は、うんうん。
ということで、すいません、本題に。ようやく。はい、これもう本題に。50分経ってるよ。終わりだね、これ。本当にね。すいませんね、のりこさんね。段取りが悪くて。はい。いえいえ、全然大丈夫ですよ。今日もね、いろいろ。こういうね、皆さんからのね、コメントもね、面白いんですよ。ちょろちょろとは聞いちゃってるんですけど。そう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 。うん。ちょろちょろとはね、だから。住んでないんですよね。デンマークに住んでないんですよね。そう、デンマークには、一度も住んだことはないんですけれども、ほぼ毎年、まあ、そうです、うん。夫の里帰りで。デンマークはやっぱ北欧なんですよね。違う。そうです。そう。デンマークとスウェーデンとノルウェーとフィンランドが一応北欧っていうふうにね、くくられていますね。のりこさん、この上の私のマフィーカの、フィーカって意味わかります、うん、わかんないです。これ。なんだ、わかってくれるとありがたかったんですけど。これフィーカって、ごめん、わかんない。北欧の方で流行ってるとか、もう根付いてる文化で、コーヒー文化でフィーカって言うんですよ。フィーカタイム。私も経験したことないですよ。行ったことないんで。フィーカタイムっていうのがあって、午後、お昼を食べた午後、だからイギリスでいうティータイム、うん、アフタヌーンティー、はい、の文化が、はい、北欧で行くとコーヒーでやってるって感じですかね。紅茶じゃなくてコーヒー。うん、そう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 、コーヒーコーヒー。で、要は午後に、うん、午後の、まあ、日本でいう3時のおやつみたいな感じで、そこでコーヒーを飲んで、はい、みんなで、あれですか、北欧とかマカロンとか有名なの、うん、そうでもない。あ、お菓子ですよ。お菓子を食べながら、お菓子。うんうん、もう食べながらコーヒーを食べる。いっぱいいっぱい休憩をするという。フィーカタイム、うん。それは何語なんだろう。そうなんだ。ノルウェーかスウェーデンかあっちゃの方の言葉だと思います。英語も一応フィーカったり。だからフィーカ英語ですね。でも、多分同じスペリングで発音がちょっと違うかもしれないですけど。フィーカ、フィーカって。ちょっと夫に聞いておきます。フィーカ、まあ、フィーカって言うんだ。それは知らなかったわ。縁側でさ、お昼過ぎとかにさ、縁側でおじいちゃんがさ、昔ですよ。おい、ちょっと坊主寄ってこいや、たくあんでも食うか、みたいな、ああいう雰囲気ですよ。お茶飲みながらたくあん食べたら。だから田舎で言うとそうなんですよ。日本の田舎で言うと、縁側におじいちゃんが、こう、乗らしごとっていうか、で、要は畑仕事終わって、お昼も食べて、午後はお昼タイムのところで、うんうん、お茶飲みながら、ご、う、飯、んうん、とか漬物食って、うん、いやー、今日は暑いなーとか言いながら、今日はたくあん食いながら、うん、そういう人がいると、はい、ちょっと寄ってってお茶飲めや、みたいな、そういう感じのようなイメージが、はいはい、タイムですかね。なるほどね。だから午後の本当、ちょっと休憩みたいなね。うん、午後のお茶、うん、でそれから取ったっておかしいけど、まあ、よく実体験もしてないけど、でもそういうのが私の中ではこう原風景として憧れで、コーヒーってこうになった方がいいな、はい、なってほしいなって思いがあって、フィーカタイムって。なるほど。それで、マフィーカの間は、中澤さんのマッサンの間っていうことなんですか。はい、そうです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 、まさに。でね、これ、よく言うのはマフィンカーって言うんですけど、日本語でマイカーってあるじゃないですか。マイカー。あるあるある、うん。で、私その言葉がすごい好きなんですよ。なんか失敗しても、なんかちょっとやっぱ、なんか失敗してもマイカー。もしくはなんか忘れてしまう。マイカー。その気楽さがすごく好きで、それで真剣に捉われない、そこに捉われない考え方っていうのを、うん、まあ私、要定思考っていうのを勉強してるんですけど、うん、それとすごい通じて、はい、だからコーヒーと要定思考ってすごい私の中でもリンクしてるんですよ。コーヒー飲みながら、あ、まあいいか、みたいな、そんな感じのね、気楽さでやると、自分をプレッシャーに追い込まない、自由に、自分なりに発想ができるっていう、うん、なるほどね。発想転換ができる。はい。そこに追い込まれちゃうと、もうそこでガーッと沈んでっちゃうじゃないですか。
いや俺ダメだ、うん、そう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 、しょうがねえなってなっちゃうんで、そうじゃなくてそれパッと解放して、いや俺ってまだどうにかなるかもしれない、頑張れるなとかって思う程度のところで頑張った方がいいじゃないですか、うん、ということで、すいません、全然デンマークの議事上に話したいんですけど、あとなんかデンマークで変わったコーヒー、いやもうだから本当にデンマークではこのあれですよ、このねフレンチプレスを使って、あの、コーヒーをジャバジャバ、まあ、朝昼晩と作ってですね、本当に、なんていうのかな、あの、日本のああいうハンドドリップとか、寝るコーヒーとか、うん、あの、誰もやってないみたいな。みんなこれ、みたいな感じですよね。うん、あの、シンガポールはどういうふうに入れるんですか？いや、シンガポールは、一般のお家はどうなんでしょうね。もううちはこうですけれど、普通のうちも、あの、コーヒーメーカーを持ってる人も多いですよね。なんて言うんだろう。あの、日本のお家によくあるような、なんて言うの、あの、こう、ガーってコーヒー豆をガーって機械が引いて、その下にね、ガラス製のこうポットがあって、まあ、こうやってポタ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 って垂れてくる。ああいうのを持ってる人も、うん、いますし、あとは、あの、何？よくスタバとかでもあるような、ね、何？あれ？なんていうの？コーヒーマシーンのちっちゃい版、家庭用のちっちゃい版みたいなので、うんうん、ラテとか作るのを持ってる人もいるし、うんうん、最近多いのは、ネスカフェのあれ？カプセル式のあれを使ってる人も多いですよね。ネスカフェさんの。もうあれですか、そうそう。ポットみたいなもんで、1000倍。あれは、中澤さん的には、あの、カプセルのコーヒーはどう思われますか？いや、いいじゃないですか。そこそこまずくないんで、うまいんで、もう手軽さで考えたら最高でいいと思うんで、いや、だからいいんじゃないですか。だからいいんじゃないですかっていうのは、いや、私はもう、コーヒーを根付かせたいんで、家庭とか、生活の中に。だどんな形でも、うんうん、コーヒーを飲んでもらう人が増えた方が嬉しいんで。うんうん、ああ、そっか。あの、な、こうじゃない。そこそこうまいってね、なるほど。いや、プロから見ても。うん、そう、なんていうの、求めてったら、やっぱり限界がありますよね。いや、あれ以上のことはできない。うんうん、でも、ブレはないから、うん、どうしようもなくまずくもならないじゃないですか。ここの、このピンポイントでこの味が出ますよね。うん、でも、それよりもっとこういうのを意識したいなと思うと、うん、あれではできないですよね。でも、そのレベルが結構高いんで、おじさんのレベルが。あれで満足って言えば満足ですよね。うん。ただまあ、ないけど、値段的には。機械はただみたいなもんですけど、あれ毎月買わなきゃいけない。そうですよね、そうね。そう。あのカプセルをだから買い続けるのがね。うんうん。だから私みたいには、例えば、ああいうやり方もいいけど、やっぱこういうフレンチプレスもやってみたいとか、ハンドドリップもやってみたいとか、そういうことやってると1ヶ月の間の消費量は、カプセル買った分では余っちゃうんで、カプセルが。うん。だからもったいないじゃないですか。翌年作り越しはできないし、また来るわけですから。だから、ちょっとだから自分では、ああいうやり方は無理だなって。だから一つのところにこれしかないよっていうやり方は無理ですけど、あれでも十分できる、満足してるって人なら次いいんじゃないですか。1ヶ月間それで家族でみんなで飲むっていうのは。別に全然問題ないと思うんですよ。うん。楽だし。全然もう手間いらずだし。そうなんです。村井さんがデンマークに行ったことないんですかって書いてあって、通りで人魚姫がいなくて、どういう意味だろう、のりこさんが。私に人魚姫そうそう、いなくなってんですよ、人魚姫が。のりこさんが人魚姫ってことね。そういうこと。そうそう。人魚姫はディズニーシーに行っちゃったんじゃないですか。そういうことではないんですか。アリエル。ディズニーシーに行っちゃったかもしれないですね。そうそう、アリエル。うん、もうだから、ね、よくご存知で。東京ディズニーシーに行っちゃったかもしれないですね。はい。ユミパさんがピーカってスウェーデンの人。ユミパンさん。ええ、北欧、ね。なるほどね。スウェーデンのね。うんうん。北欧の習慣です、ね。あのね、で、
デンマーク人はね、スウェーデン人を結構敵対視してますからね。だからフィーカタイムとはデンマークではなんか言わないのかな。敵対してるの？仲良くないんだ。そう、あのね、うん、結構ね、お互いバカにし合ってるっていう感じですね。デンマーク人とスウェーデン人は。くっついてるじゃないですか、ノルウェーとかみんなくっついてるじゃないですか。あのね、デンマークはね、うん、ドイツとくっついてて、スウェーデンとノルウェーとは、まあ、くっついてないんですよ。一応デンマークって半島にこうなっていてね。あ、そっかそっか、そっかそっか。ユトラント半島って言って。あ、そっか、くっついてはいないんだ。海を渡るくっついてはいない、くっついてはいない。ただ、あの、昔から、うん、渡ればノルウェーとかじゃないの？違うの？船で渡れば。そう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 、あの、そうですよ。フェリーとかにね、乗って渡ればもうノルウェーだし、スウェーデンもすごく近いので、橋をね、橋がこうかかってるんですけれど、橋渡ったらもうスウェーデンなので、ただあの辺ってもう昔からみんな領土争いで戦争してるんですよ、お互いがね、お互いの国同士で。だからデンマークも昔はスウェーデンだったし、スウェーデンも一部がデンマークだったりとかして、だからなんかね、こう、因縁の相手みたいな、そういう感じそういうこと、村井さんがこういうことになるとすぐ発言してくんだけどね。これはまあ、あ、そうなんだ。スウェーデン系の言葉っぽいですよねって、次これですよ。はい、うんうん。欧州ヤクザ。フィーカ。まあ、マフィーカじゃなくてマフィア。日本のローカル的に言うと、栃木と茨城が仲悪いとか、そんな感じですね。日本のローカルで、うんうん、栃木県と茨城県は仲悪いってよく言われるんですけど。仲悪いって。だから、うん。そうなん、ほら、栃木と茨城もなんか、よく知らない人にとっては、どっちがどっちみたいな、なんか、印象じゃないですか。ちょっと栃木と茨城の人には悪いんですけどね。茨城ナンバーが栃木に入ってくると、後ろから煽ったり、栃木ナンバーの人が茨城行くと、煽られたりとかってよくやってますよね。うんうんそんな感じですよ。だからデンマークもなんかスウェーデンも、うん、そんな感じなんですね。なんか本当欧州ヤクザの。そんな感じです。シンガポールって貧富の差が多くて、村井さんですね。お金持ちは桁違い。うんうん、だからコーヒー一つ取っても全然家によって違うんでしょうねって。うんうん、そうなんですか。うん、まあ貧富の差はある、ね。でもあの本当。うん、貧富の差はものすごく大きいですね。やっぱりね、あの、お金持ちは代々お金持ちで、相続税ってないんですよ。だからね、うん、お金持ちの富は、本当に永遠に、その、何、自分の家族に受け継がれていくし、うん。で、やっぱり貧富の差は大きいですね。あの、すごい発展してるように見えて、確かに発展してるんですけれど、その中でも富を持ってる人はすごい富を持ってるけれども、持ってない人はもうたくさんいますね。うん、うん、そうなんですね。それとコーヒーの事情とは影響するんですか？うん、お金持ちは高いコーヒー飲んでて、でそんなことないよね。だからやっぱりあのあれですよね。いやいや、だからあのお金を持ってる人はそれこそスターバックスに行ってね、一杯7ドルとか。ね、9ドルとか払えるけれど、そうじゃない人はローカルのコーヒーショップに行ってね、1ドル50セントとか2ドル未満のコーヒー飲んだりするしますよね。もうローカルのコーヒーショップがイコール美味しくないっていう、美味しくなくないですよ。ローカルのコーヒーショップも美味しいんだけれど、ね、ローカルのコーヒーショップで飲めるコーヒーってちょっとね、種類が違うんですよ。なんかね、あの、もっと濃くって、もっとお砂糖ガバガバ入れて、あと、あの、コンデンスミルク、うん、コンデンスミルクとお砂糖ダブルで入れるコーヒーとかあって、東南アジアって甘いコーヒー飲むんですよね。うん、あの、ベトナムとかね、練乳入れて飲みますからね。そう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 、そうそうそう、そう、うん、そういうのもありますよ。うん、うん、でも今東南アジアの、私は結構東南アジアのコーヒー豆に、ね、自分の中ではこうブームで、美味しいですよ、結構。インドネシア？まあインドネシアもそうだし、ベトナムも、ラオス、
あのね。とか。うんうん。ほう、あ、ラオスでもコーヒー豆って原産してるんですか？してます、してます。ラオスも。日本に入ってくるのは本当に少量ですけど、うん、でも入ってきますね。うんうんうん。結構美味しいですよ、それでも。なるほど。ラオスとか。あのね、中澤さん、今度もしね、シンガポールに来られることがあったら、シンガポールにね。行ったことないですよ、またシンガポール。コロナがね。あ、そうなの？ほん、そうなの？じゃあ今度来てくださいよ。コロナが明けたらさ、はい、あの、水越さんとかと一緒に。それで、ローカルのね、ローカルの人がやってるコーヒーの卸問屋みたいな、あの、やっぱり有名なお店があるんですよね。うん、コーヒー豆を売ってる。ですごい、うん、なんていうのかな。なんなんだろう。なんかちょっと昔ながらの感じの味を残してるようなお店で、すごい有名なところがあるから、そこをお連れしますよ、中澤さん。ああ、来た、うん、来た。それはいいですね。うんうん、やっぱり、ね、東南アジア系が多いんですね、うん、シンガポールね、コーヒーね。東南アジアから仕入れてる系が多い。シンガポールは東南アジア産地のコーヒーが多いんですね。うんうん、そうなの、まあ。陸路だからね、みんなね。陸路で運べるから。うん。ねえ、ちょっとコーヒーの産地どうなんだろうわかんないけれど、でも、多分ね、それこそインドネシアとか、ね、まあ、なんかジャワ産のコーヒー豆とか、ね、うんうん。多分多いと思う。うん。うん、だから、東南アジアのコーヒーって私は結構今、自分の中ではブームです。結構いろんな東南アジアの国のコーヒーを飲みたいなと思ってますね。うんうん、うん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 。村井さんが最近は埼玉と茨城じゃんって、うん、茨城は埼玉とも戦ってますね、そういえばね。飛んで埼玉パート2。あ、そうなんだ。あの、飛んで埼玉って映画があったの。ええー。日本の映画で飛んで埼玉。何ですか、この飛んで埼玉パート2って。飛んで埼玉っていう映画があったんです、2年前ぐらいに。へえ、あ、知らない。ごめんなさいね。知らなくて、村井さん。簡単に言うと、うんうん、埼玉の人が茨城との人と戦うみたいな。茨城の人が埼玉に乗り込んでくるみたいな。うん。あの、そんな映画ではないんですけど、高校生で、現代の高校生。はいはい、高校生のなんか、争いみたいな、うん。ヤンキーたちの暴走族の物語。うん。うんで、埼玉県が、あ、今のアメリカみたいな感じですよ。移民を認めないとか移住を認めないって言って、ロックアウトしたんですね。うん、そしたら茨城の人がふざけんなって乗り込んできたという、それで戦いが起きたという。うん、そういうのか。あ、うん、なるほど。そうそう、ちょっとピンポン、誰のピンポンだ今回。ちょっと誰か来るかな。いや、あの、うちにね、人がいるんで、みんな出てくるかなと思ったんで、誰も来ない。ちょっと待っててくださいね。いや、いいよ。じゃあ、来た来た来た。息子、息子。いや、いい、大丈夫、大丈夫。息子のなんかデリバリーですね。息子の荷物。はい、大丈夫です。すいません。いや、村井さんがおすすめです。あ、モンテン。あ、すいません。大丈夫です。中澤さんのおすすめコーヒーを飲んでみたいです。うん、おいつでも、いつでもっていうか、コロナが明けたら、中澤さんのおすすめコーヒーを飲んでみて。いや、だから、コーヒーツアーってやりたいんですよ、私。コーヒー店巡り。うん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 、うん。東京のコーヒー店巡りとかね。そうそう。そういうのやりたいんで、ぜひやりましょうよ。あの、企画しますんで、コロナが落ち着いて。やりましょう、やりましょう。やりましょうって、のりこさん、簡単に来れないでしょ。シンガポールから来るわけじゃないでしょ、これ。シンガポールからちょっとね、今は脱出できないですけどね。じゃあ、その時に、じゃあ、ライブ配信でもしますか。お店の中で。ああ、そうそう、ライブ配信して。お店の中でちょっと許可取らないとできないかもしれないですけど。はい。まあ、ちょっと企画をしたい。ぜひ許可を取って、やってください。うん、村井さんがヤンキーじゃなくてコメディーです。うん、これさっきのね、飛んで埼玉もそうですね、うん。ヤンキーじゃなくてコメディー。なるほど。アマゾンプライムで見てくださいと、のりこさん。なるほど。ありがとうございます。いや、あのね、アマゾンプライムってね、アマゾンプライムって、日本のアマゾンプライムの映画はね、シンガポールからだと見れないんですよ。うん。あ、そうなんですか。Hulu とか。そうなん。Hulu ってないんですか？ん？ Hulu。Netflix とか。Hulu？Hulu？ うん。
ネットフリックスありますよ。ネットフリックスも、あの、なんかね、日本のネットフリックスのアカウントじゃないんですよ。だからシンガポールでネットフリックスのアカウントを作ってるので、日本の映画も日本で見れるものが全て見れるとは限らないんですよね。そうなんですね。またそうやって全、あの、アップにしなくていいって、中澤さん。俺が映ってるなんか、もうビジュアル的に良くないかなと思って聞きたいんです。やだ。ごめんなさい。ちょっとだけはしょってやりますね。こんな感じで。で、今、シンガポールに住まれてるんですが。はい。はい。うん、何年ですか、もうな、お住みになってから。住まれてから。シンガポールに住ん、ね、はい。あ、途中抜けたりする、トータルで言うと。今、そう。途中抜けたりしてるんですけれど、トータルで14年ぐらいですね。うん。いや、そうなんですね。2回目なのでね、今ね。うん。うん、最初、一番最初にシンガポールに移住したって何年頃なんですか、何年なんですか。一番最初に来たのは1997年から2001年。1997年、うん。そうです。もう20年以上も前。やっぱりシンガポールにこの20年間ですごい変わったでしょ。すごい変わりましたよ。私が最初に、あの、来た当初のシンガポールはちょっと日本の地方都市みたいな感じの、なんか、まだイメージがあってね。やっぱ東京から来たので、うん、ちょっと遅れてるなぐらいな感じだったんですけれど、もう今じゃ、もうシンガポールすんごい進んでるなっていう感じで、目覚ましい発展をこの20年で遂げてますね。昔の仕事で深圳に行ったことあるんですよ。一、うん、回だけ、大昔。いやだ、私も深圳住んでたんですよ、中澤さん。で、この間、深圳とビデオとか、なんか写真とか見たら、もう全然違うのね、街が。いきなり未来都市みたいな。深圳何年に行かれました？いや、もう1990年代だと思うんですよ。90年頭ぐらい。そう、私はね、90年頭ぐらいだったら、まだまだ全然深圳なんか本当に、まだまだ全然ですよ。だって私2001年にシンガポールの後に深圳に行ったんですね。うん、夫の仕事の都合で。うん、その時の深圳、本当ね、あの、私、スターバックスないじゃんっていう状態でしたからね。本当に。いや、本当に、これ、そんな都会じゃないじゃん、田舎じゃんみたいな。日本で言うね、東北地方の田舎とかさ、九州の田舎とか、そんな感じのイメージで。牛とかもいる。そんなんですよ。今起きましたもん、確かね。そう。今はもう本当中国はすごいですよね。ね、すごいビルがでかいね。写真で見たらでっかいビルが建っててね。東京なんか比べ物もんでぐらいすごい未来都市ですよね。もう本当にそうですよ。ね。すごい、あの、中国の発展ぶりももう目覚ましいですよね。でもシンガポールもやっぱりそのくらい変わってるでしょ、20年間って言ったら。すごい変わってますよ。もうシンガポール、そう、あの、インフラはね、もともと整ってましたけど、でも、あの、なんて言うんだろう、IT 系のやっぱりデジタル系の技術がものすごくって、なんか電子マネーとか、あとは、その国民をね、一人一人管理するシステムとか、もう、あの予防接種でさえも、もうね、あの、個人の情報が、こう、全部こう、組み止まれてるから、スマホにも入ってるんですよ。なんか、誰が予防、だから、ピッとかってかざすと、誰が予防接種してて、してないかっていうのがもう、分かっちゃうから、お店の方で、予防接種してない人は入れませんとかって、もう言うことができちゃうんですよ。そうなんだ。そうなの。今ね、その、うん。どう差別が始まってんですよ、今だから。それこそじゃああれだ、ワクチンパスポートとか持ってない人は海外行けないとか、そんな世界だよ。そう。そんな感じですよ。もうワクチンパスポートがなくて、そのスマホにあるアプリでね、うん、あの、お店に入るときってみんな、エントリーチェックみたいのを必ずしないといけないんですけれど、うん、もうピッてだからやると、もう分かっちゃうんですよ。あなた、もう予防接種してますね。あなたまだですね、みたいな。
で、そのシステムは全部もうシンガポール政府と共有されているので、例えば自分が濃厚接触者になったら、もう本当、すぐ連絡が来て、あなた今日何時何分にこのお店入ってましたね。そこで陽性者が出たので濃厚接触者です。みたいな感じでね、もう瞬時に連絡が来るんですよ。それはそれで大変ですね。そう、それはそれで恐ろしいです。今、すごい感じされてますよ。ちょっと聞きたかったんだ。シンガポールの事情ってどうなんですか、そのコロナワクチンの。あのシンガポール、コロナに関して言えば、そのもうワクチン接種を全面的にもう進めていて、うん、9月の末までに全国民の 80% 接種は目指してますね。今ね、コロナにかかってる人っていうのはどうなんですか、日本は今感染爆発ですけど、どうなんですか、シンガポール。シンガポールはね、ちょっと前に1日150人とかって言って、こう感染者がね、増えてきた時がすごくあって、で、そこでね、だからまた規制を強めたんですよ。ソフトロックダウンみたいな感じにして、店内での飲食は禁止で、もうデリバリー、テイクアウトのみっていう感じで、こうね、なんていうのか、規制がまた強まって、もう、お仕事もリモートワーク、お家からのリモートワークがデフォルトっていう感じでもう推奨されていて、うん、なんかそういう感じで結構、感染が出始めるとまた規制を強くして、で、またちょっと緩めてっていう、そういう感じでやってますね。それって、例えばお仕事リモートワークだったら罰則とかあるんですか？もし、いや、例えば、会社に行って仕事していた人が発覚したとかって言ったら、その企業に対して罰則とかあるんですか？ああ、ちょっとそこまではね、聞いたことないですけど、でもね、もうね、罰則は聞いたことないですけど、でもあってもおかしくないかなっていう気はしますね、この国だから。さっきみたいに、だってあれでしょ、通報が来たり、あなたはここにいたんですよねって言われるわけですよね。あのレストランにいましたよねとかってなるわけですね。そうしたら、もう当たり前に、ね、その人の行動が分かっちゃいますもんね、どこに何時頃いたとか。そう、本当こう、行動が分かっちゃう、恐ろしい国ですよ。まあ、そういう意味では日本は緩いのかもしれないですね。ああ、もう、そうですね。そういった意味では、ゆるゆるで、まあ、いいんじゃないですか。ゆるいぐらいの方が。いいんじゃないですかっていうのはちょっとあれですけど、ちょっといろいろ問題ありますけど、まあ、問題はありますよ。でも、この国でそこまでがんじがらめにすると、多分もう、何にもやる気なくなるでしょうね。日本人そうそう、多分ね、でもね、日本はやっぱ大きいし、地方自治体とかのね、まあ、たくさんあるので、シンガポールのようなガチガチの管理はできないと思います、規模的にね、多分やりたくてももうできない、それからシンガポールだからやれるんですよ、ちっちゃな国だから。国家だからね。そうそうそう、本当にそうですよ。うん、ここだからやれてるのであって、日本では同じようなことは、まあちょっと。無理でしょうと思いますね、うん、金融的に考えるともうほとんど今シンガポールに移ってますよね。香港はそうですね、壊滅的なんでね、うん、うんうんうん、この日本の金融関係とかもういろいろ、あとは外貨関係とかもね、うんうん、そういった意味ではやっぱシンガポールはもうすごいですよね。移ってますよね、やはりね、うん、香港がもう、うん、多分あと何年かで本当に中国の国家にね含まれちゃうから、まあ含まれて今でも中国の国家ですけど、ただ昔みたいな香港の自由さがね、うん、なくなっていくっていうのが、そうなくなっちゃってきちゃったからちょっと残念ですよね、うん、ねえちょっとね、まあ、私たち香港も住んでたことがあるのでなんか悲しいですね少し。日本から一番近い世界って言ったらいいですか、国際社会って言ったらいいですか、うん、香港でやっぱりそういう世界ですからね、うん、都市国家、うん、世界の全てがあそこにあるっていう感じでしたね、特に金融についてはね。そうそう、
ね、だから香港の今後もなんかね、本当にどうなっていくんだろうってちょっと興味深いですよね。うん、ね、ちょっとね、大変ですけど、そういう思いをして、ね、村井さんがこれか、コメントを続けてとか、うん、コメントばっかり読んでますけど、これ、飛んで埼玉の、二階堂ふみさんが 主役なんですけど、二階堂ふみって日本の女優がいるんですけど、はあはあ、その人が、その辺の草の根っていう、うんうん、セリフを言ったっていう、まあ確かにそうですね。そのセリフが有名なんですね。だから、いや、どういう意味かって言ったら、草しか生えてないから、お前らはその辺の草でも食べてっていうことを茨城の人に。草しか生えてないって。草ぐらいしか生えてないんで、その辺の草でも食べてるんだみたいな。超失礼なね、茨城に対して。失礼ちゃってるんですよね、埼玉がすごいって言ってるんだからね。面白いですよ。村井さん、新鮮ですね、てっきり。違うって、渋谷じゃないって、うん、渋谷の新鮮かと思って、嫌いじゃないけど、ね、渋谷の新鮮じゃない。渋谷の新鮮も来るよ、私は。下町っぽいところ。私、そうそう、実家がね、井の頭線の久我山駅っていうところなので、本当新鮮はね、やっぱ渋谷に出るときに必ず通るからね。いや、私すぐ外れたイメージというか、渋谷っぽくないじゃないですか。でも渋谷なんだよな。そう、本当そうですよね。歩いて渋谷駅まで行けるしなとかと思うと、うん、いや、都会に渋谷の真ん中にこんなところがあるんだっていう、すごく好きでしたよ。うん、喫茶店も多いしね、新鮮。なんか駅としてはちょっとさびれてる感じですよね。でもコーヒー多いですよ、新鮮も。北渋谷。何が多いんですか？コーヒー店。コーヒー屋。昔で言うと、だからさっきの言葉で純喫茶みたいなところから派生していくお店。うんうんうん、スターバックスとは違う。うんうんうん、ブルーボトルスターバックスとは違う。ね、サードウェーブ的なコーヒー屋じゃなくて、もう本当にドロドロとしたコーヒー店。なるほどね。あ、でもなんかありそう。うんうん、ありそうだな。マスターが一人で、親父さんが一人でコーヒーを入れて、声かけても何にも話さない。不愛想にこうやってコーヒー入れて、はい。何にも話さない親父さんとかね。無口な。なるほどね。うん。畑のコーヒー親父さんとかね、そういう人が多いですよね。コーヒー親父さん。だからそういう意味では、そうだわ。多いですよ。そういう飲み屋とかね。あ、飲み屋はね、ありますよね。ちっちゃな飲み屋がいっぱいあって、飲み屋というか、なんだろうね、うん、バーみたいな、そんな感じ、スナックみたいな。あ、バーみたいなの？うんうん。だって、やっぱショット、そうなんだ。ショットでこうお酒出すところとか結構ありますからね。うん。いいなぁ、なんかいいなぁ。うん。村井さんはそういうとこ得意なんじゃないですか、私より、多分。そういう人ですか。うん、シンガポール、村井さんで、ね、シンガポールはいい国だけど、ヤーさんが、ヤーさんが仕切ってる国、そうなんですか。そっか。まあ、知らない、ヤーさん。ヤーさんが仕切ってるからどうかわかんないけど。香港と同じですね。逆に、だから観光客は安全といるかもしれないけど、うん、そうなんですかね。安全なんですかね。あ、観光客は安全ですね。すごい安全で、安心安全な国ではありますよ、シンガポールはね。うん、シンガポール治安悪いって聞いたことないですもんね。治安はすごいですよ。ね、ね、逆に。治安はいい。そんな悪いっていうか、いい方です。いいですよね。多分ね、そう、すごいいいですよ。うん。そうそう、治安はすごくいい。日本よりいいかもしれない。うん、いや、全然、日本の方が怖いですよ。今、それこそ電車の中でいつ刺されるかわかんないしみたいな。ああ、ねえ、そうやって考えりゃ、そうですね、日本はそんなに安心安全な国じゃないよ。うん、もう違いますね。昔は安心安全でしたけどね。ね、今や何が起きるかわからないから、本当に。突然街中で殺傷事件が起きたりね。車で突然跳ねられたりとかね。ねえ。そう。普通じゃないもんね。ちょっと。だもんね。無理で、人に向かって車で跳ねるんだもんね。ねえ、まあそんな国ですよ。じゃあ。そんな国ですよって。そうですよ。要は言いたいのは自分の身は自分で守りましょうということです。最後にこんな感じで。
まあ、今私、はい、マナーで上に出してますけど、はい、のりこさんのお仕事は今はご案内を書きましたけど、はい、純喜の親子関係についての、はい、まあ、コンサルですね、うん、親子関係を良くするコンサルの、はい、ですね、それは、はい、そうですね、実体験から成り立ついろいろなことですよね、うん、お子さんとの関係、うん、はい、あとはそうです、そうです、ご自分と、ご自分から見てお父さんお母さんとの関係っていうのも、うん、今はそういうところでコンサルをされてるってことですよね、うん、そうです、そうです、はい、本当にやっぱり自分の、もともと子育て講座っていうのはしてきていたんですけれど、2年前に自分の子供が、ちょっとですね、メンタル疾患やられて、不登校になったり、まあ、自殺未遂とか自傷行為っていうのを、こう、行ってた時期があったんですね。ものすごくその、大変な時期があったんですけれど、その時に、すごく私も自分自身とも向き合ったし、自分の子供とも向き合って、あ、親って子供に対して勝手な期待とかね、執着とかすごい抱いてるんだなっていうことにこう気づいたんですよね。うんうん、で、それがその子供に対してそのありのままの子供を認めるっていうことってすごく実は難しいことなんだっていうことにね、うんうん、まあ、気づかされたんですよ。うん、で、それを今、実際に子育てをしている、していて悩んでるお母さんたちにいろいろ実体験を交えて、私が学んできたことをお伝えしながら、まあ、親のエゴとか期待ではなくて、まあ、その子をありのままに応援できるようなサポーターになっていけるといいですよっていうね、そういうなんかまあコンサルとか講座をやったりしていて、うん、あとは最近すごくよくこうお会いする方から聞くのが、その子供との関係でも悩んでるんですけれど、自分の親とのね、関係を未だに引きずってるっていう大人もすごく多くて、なんかそこもね、こう解消していってあげれたら、その人がもっとその人らしくね、自分の人生を生きたり、まあビジネスもっと前進していけたりするのかなと思ってね、そういう人たちのお手伝いもしていきたいなと思っています。うん。シンガポールって、どうなの、さっき始まる前に日本ってほら、昔で言うと、明治時代の世界で言うと、親子3世代って、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん子供、孫みたいな。まあ4世代か、4世代がね、一緒に暮らしてるみたいな、十何人で暮らしてるみたいな、いう感じだけど、シンガポールってもう、各家族がもうずっと昔からそういう生活スタイルなんですか？あ、例えば、でもね、シンガポールはね、すぐ独立していい、うんうんうん、別の住居で住むとか。いやいや、逆にシンガポールの住宅事情ってものすごく厳しいんですよ。もう土地も少ないし、だからこう結婚して、結婚が決まってるのに独立できないので、その若いカップルがね、うん、日本で言うと、公団住宅のなんか当選、やっぱ抽選があるんですよ。うんうん、そういう、公団住宅ってちょっと安いからね、うんうん、抽選があって、その抽選に当たるまで自分の親と暮らすとかありますよ。ザラに聞きます。だから独立したくても、住む家がないから、まだ独立できないみたいな、ね。自分の家で暮らすって、例えば日本だと二世帯住宅とかって一時期流行ったじゃないですか。はい、もしくは土地をいっぱい持ってる人だと隣に別棟を建てて、渡り廊下で中で入る、ね、行けるようにするとか、そういうような感じでもないんでしょ？そうなんですか？そういうような感じでもないです。だから土地がものすごく少ないので、一軒家持ってる人はまず金持ち。そうだよね。一軒家持てない人は、そう、団地型のね、公団の住宅がいっぱいあるので、まあそこに住むとか、あとはお金を持ってる人は自分で、ね、新しいマンションとかを買うんですけれど、ものすごくやっぱり高いので、うん、だから本当に2世代、3世代で一緒に暮らしている人っていうのもたくさんいらっしゃるし、うん、あとね、逆に、中国人、中華系の人とかマレー系の人ってやっぱり家族の絆ものすごい大切にするんですよね。うん。もうなんか毎週末家族で
家族親戚一同で集まってご飯を食べるとか、うん、日本から比べたらよっぽどその家族のあれはすごい濃いですね。つながりとか集まりとか。日本は、うん、日本は本当逆にもう核家族化でね、それこそ地方からも都会にどんどん出てるし、うん、みんなバラバラに住んでるみたいな感じですけれど、うん、こっちはまだまだその家族の絆、つながりすごい強いです。そうですね、もっとそこら辺はドライで、うん、なんかもうみんなきちきちと核家族で自分のことは自分でやりましょうね、みたいな、うん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 、そうではないんですね。そうじゃないですね、うん、そうなんだ。でもじゃあ余計にそうするとあれですよね、ストレスとかやっぱ一緒に住んでると余計にストレスありますもんね。生活、ああ、ありますよね、生活とか、うん、親とね、年老いた親と生活スタイルも違うし、うん、ライフワークでもね、あ、そうそう、分かった分かったよ中澤さん。なんであのこっちの人がね、多分日本人よりもストレスが少ないのかっていうと、うん、シンガポールってメイドさんを雇うのがすごい一般的なんですよ。だから住み込みでね、ヘルパーさん、メイドさんを雇って自分の年老いた親の両親とか、あと子供のお世話とか全部メイドさんがやってくれるんですよ。でその代わり、うん、親はもう共働きが当たり前なんで、みんな外で働いてるわけね。うん、でも、お家のことは、だから、メイドさんが、やってくれるから、だから、そういった意味で、ストレスは少ないかもしれない。ああ、子育てとか、つか、家事とかね。そう、介護とかのね、そう、家事とかの、やんなくていいから、自分は。自分は外行って働いて、うん、ね、お金稼いで、まあ、お家に帰ってきたら、ご飯も、ほら、できてるしさ、メイドさんが作ってくれるので、ご飯食べて、まあ、ね、家族と触れ合ってっていうことに集中できる。うん、あ、そういうと、それはあるかもね。要はメイド文化ってないですもんね。確かにね。そう。そう。だから そこがね、多分日本、うん、大きな違いかなって思います、ね。お手伝いさんが来てるんですか、すげえとかってなっちゃうもんね。どんなにお金持ちとか、うん、どんなに大豪宅みたいな、そういう世界ですもんね。お手伝いさんがいるんだってね。でもそっか、うん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 、ホームヘルパーさんみたいな人が当たり前にもういるんだ。そうそうそう、もういるんです。だからホームヘルパーさんが住み込みでもう常時いるっていう感じ、常駐してる。うん、それでね、うん、会話も生まれてコミュニケーションがあるんで、ストレスも多少発散されてるんでしょうし、愚痴とか言う人も相手もね、うんうん、そう、旦那さんに行かずに、そうそうそう、そういうヘルパーさんにいろいろね、そうだと思いますね、言ったりとか、うん、うん、そういうのがあるんでしょうね。うん。うん、そっかそっか、うんうんうん。そうだと思います。うんうん、でもやっぱり全然違いますね、事情がね、家庭事情がね。うん、うん、そう、本当違いますね。日本はだから、なんかこう、いろんな意味で大変かな。うん、でもね、のりこさんの仕事はどちらかというと、日本人に向けてのが、そうすると必要性が高いじゃない。そうです。そうそう、もう私は、もう、私の仕事は 100% 日本人の、ママたちを相手にしてるので、まあ、幸いね、オンラインでセッションとか講座はできるので、だから日本、海外に住んでる日本人のお母さんも多いけれど、日本に住んでる人が ほとんどですね。うん。だからその辺のことはメルマガでね、何日か、7日間ですか、うん、うん。で、この上の。あ、これはね、うん、公式メールマガは、そうですね。ずっと、私が記事を読んでいただいてるので。ここから、ここがホームページで、のりこさんのホームページで、そこからメールマガを取れるんですね。無料メールマガ、メールマガね、うん。はい。はい、そうです。ここね、登録していただけると、私の情報が届きます。日本語ですよ。当然ですよ。だから日本語で届きます。日本語じゃないですよ。大丈夫よ。日本の、ね、日本語です。ママの皆さん、ぜひ、のりこさんのね、そうです。メルマガを、ぜひ、これでーす。登録していただいて。だって、1200人ぐらいいるんでしょ、はい、メルマガ登録者。そう、まあ、1400人ちょっとね、もまだ1500人まで行ってませんけど、でも1400人いますね。1500人近く。
で、そういう方々がコンサルで、のりこさんにコンサルをお願いされるわけですよね。相談乗ってください。うん、そうですね。今は、今、そうそう、相談乗ってくださいって言って、講座に来てくださったり、はい、セッションにね、お申し込みくださったりしています。ズームとかでやるわけですよね。そうです。うん。うん、だからぜひ、のりこさんのメルマガをね、見ていただいて、ちょっとでも心が安らかになってね、いや、はい。ね、のりこさんにちょっとご相談っていうのも、OK でしょ？それで OK ですよね。うん、受け付けますよね、こうやってね。そうです、そうです。だから何かね、ん？いや、講座を受けなきゃいけないとか、そんなことはないんですよね。メルマガ。そんなことないです、そんなことないですよ。メルマガ取って、ちょっと、のりこさんご相談あるんですけどって、個別のメッセージが来れば、それはもう、例えば何時から何時の枠でお願いします、うん。はい、それも。そうです、そうです。うん。だから何かね、まあ、親子関係とかね、人間関係とかで、こう、のお悩みがあったらね、いつでも気軽にご相談いただければと思いますので、まずはメルマガに登録していただけると嬉しいです。こちら。はい。そうそう、これですよ。これ、のりこさんがさせていただくといいですね。村井さん、ちょっともう、駆け足でコメント言いますか、ね、駆け込みコメント。駆け込みコメント、駆け足、はい、こっちが先だ。うん、いや、そうそう、村井さんがね、某中澤さんの違うって、同じ川崎市でも小田急線じゃないですか、私は。中澤さんの後輩が小田急線内で10人も見つけるような。いや、そうね、あれもひどかったね。そうなの？中澤さんの後輩だったの？違う。うん、同じ川崎市ですけど、登戸という駅でね。うん。全然関係ない。違う感じですよ。ただ、全然関係ないの。同じ近いんでね、すごい事件だったよね。ね、あ、うん、まあ、ね、小田急線だもんね、あれね、上りと、うん。ひどいですよね。そんなことがありました、ね、最近。うん、村井さん、僕の母ちゃんは大学、うん、自分の大学の時代の話をよく、浪人生の僕にしていて、それが大学に入ると遊びまくれて、面白いよ。まくれて、うん、さもお小遣いをたくさんくれるのかと思って、うん、いや、一銭もくれなかったです。うん、よくよく考えると、我が家は多分厳しかったかもです。うん、厳しかったというのは、うん、まあ家計が厳しかったっていうことですかね。うん、家庭が厳しかった。お母さんのしつけが厳しかった。大学時代の、で、大学生時代の話を村井さんが浪人中にしてた。で、なんか、大学に入るっていうのも楽しみだよとか、いろいろ遊べるよって言われたけど、小遣いが来なかったって、うん、そのくらい自分で稼げってことでしょ。そうね。でもほら、そうそう、本当そうですよ、村井さん。大学生になったら親からお小遣いもらわないで自分でバイトでもしたら、して稼いだらって感じじゃないですか。でも村井さんの母さんってうちの母親と同じぐらいですか、多分、じゃあ女学生時代なんだね。すごいですよね。だからその時代のね、方で大学行ってた、うん、しかも女性でってすごいよね。ね、すごいと思いますよ。うん、多分、ハイカラさんが通る世界ですね。そうそうそう、ハイカラ、大正時代。大正時代だけど、それに近いよね。昭和ですよね。でもすごいですよね、女学校とか行って。20年とかじゃないですか、多分、20何年とか。うん。頭も絶対良かっただろうし、大学に行くだけの、だから、ね、経済力もあったお家だったってことですよね。うん、ずっとと思いますし、いや、すごいですよね。その頃に女学生と大学生というのは女性で、うん、なかなか、村井さんがね、ちょっと待って、また、なかなか、香港の住宅事情と同じですね。場所によれば東京の中心地より高いか。うんうん、ああ、もう絶対そうですよ。まあ、絶対そうです。私だって多分、シンガポールでお家買おうと思ったら、もう余裕で青山のお家とか買えそうですもんね。ああ、同じだった。ね、同じお金だった。そう、そう、もう余裕で買えちゃいますよ、と。うん。うん、それぐらい今、香港とかシンガポールの住宅は高いです。うん、青山とか高輪とかの辺に買えるってことですね。そう、多分買えちゃいますね。絶対、見てませんけど。すげえ。そう、それぐらい高い。うん、
あ、犯人、いや、そうか、中大の人が犯人だから俺の後輩ってことか、俺、私、中央大学なんで。あ、中澤さん、中大なの？いや、結びつけないでください、そんな、簡単に。いや、私の兄も中大なの、おじいちゃんも中大なの。おじいさんの頃は神田のね、駿河台にあった中大ですよね。お兄さんはどこにあったの？八王子ですか？そうそう、八王子の方に行ってましたね、彼は。多摩動物公園ね、多摩動物公園のそばにあるんです。多摩動物公園なんですか？ちょっと駅まではよくわかりませんけど、最寄り駅が多摩動物公園って駅だったんです。今あの中大のモノレール駅ってあるんで、中央大学のキャンパス内に入るモノレール駅なんですけど、その当時は多摩動物公園から歩いていたんですね。だから動物園の前を通って歩いてだからいつも動物園に寄り道できるんです。動物園でなんか学生がデートとかしてたんじゃないですか？あんまり中大生行かなかったね、でもね。動物園で。あ、そっか。あんまり行かなかったね。大して動物園には。あれは、だってあれが今パンダがいるわけじゃない。なんかコアラかなんかがいたもん。レッサーパンダ。なんかいたけど。毎日通ってたらそんな珍しくもないしね。大してだって珍しい動物もいなかったし、その当時は私の大学の頃は圧倒的に上野動物園のパンダが有名でしたから。ああ、そっか、そっか。だから、多摩動物公園って何あんのっていう、誰が何がいるのとかね、そんな感じでしたから。猿とかキジトリ見たってあんまり面白くないじゃないですか。確かにね、子供は喜ぶけどね。だから、ほとんど行かなかったと思うな。僕は大学生活者、僕はバイト生活者、母ちゃんの実家はお金持ち。お手伝いさんが、すごい、すごい、すごい。そう、すごい、すごい。てんてんてんってどういうことこれ、まあ、田舎。てんてんてんの、僕が生まれた頃はどうなっちゃったんだろう。いや、すごいですよ。だから本当、村井さんのお母さんは相当な。うん。でも、ね、お手伝いさんからあれじゃない、村井さん、こうちゃん、こうちゃんとかって呼ばれてたんじゃない。こういつさん。どうだろう、でもこれお母さんの実家だからね、村井さんのお家がそうだったかわかんないですけどね。実家に行けばお坊ちゃまこれを被害はこちらですとか。実家に行ったらね、そうだね。お坊ちゃま、今日も虫からだったそんな感じだったのかな。村井さん会ってるよね、多分そういう雰囲気で、全然お似合いですまあ、すみません、長々と1時間45分もやってます。コメントが尽きなくて。いやいや。ワンコ、ワンコさんからお話しすることは、メルマガ登録してくださいは、ありましたけど、はい、他ありますか？そうです。いや、もう本当に皆さん、もしね、何か人間関係、お子さんとの関係や、ご自分の親御さんとの関係とかね、あとは職場での人間関係とかでお悩みなことがあったらですね、まあ、ぜひご相談ください。メルマガに登録くださってもいいですし、Facebook でね、つながってくださって、メッセンジャーでご連絡をいただいてもよろしいので、何でも気軽にご相談くださいね。あとは、私は本当に今日はね、このもうフレンチプレスでね、コーヒーを、中澤さんにね、この入れ方を教えてもらったっていうことがすごい嬉しいですね。まあ、ぜひダイソーで500円で売ってますから、別に私はダイソーで。皆さんもね、そうそう。言ってるわけで、ね、回し物でも何でもないんですけど、フレンチプレスでコーヒーを飲むっていうね、文化を、日本にもね、文化をぜひ日本でもね、広めたいですよね。いや、本当そう思います。だから、こんなに簡単にできるコーヒーを入れられる、こう、チグってないですから、簡単ですよ。ドリッパーで一生懸命やるよりも、っていうのが絶対、すんなりと入りますし、本当にコーヒーの入れ方よりも、コーヒー、私は思って、常々思ってるのは、コーヒーの入れ方よりも、美味しいコーヒーの豆を買ってきた方がいいですか？なるほどね。だから豆にこだわった方がいいのね。揃えようとかって一生懸命考えるするんですよ。これからこんなの買おうとかって、これだけでも何千するんですよ。そんなの必要ないですから、こんなの持ってる人はコーヒー屋さんだけでいいです。ですから、もう本当に私の講座で教えてるように、100円ショップの、さっきのりこさんがあったような、ああいうね、こう計量機、カップの計量機で十分できますし、はい、
で、そうそうそう、まあ、100円ショップも100円でいいわけですし、そうそうそう、ね、こういうたっぷり計量機ね、こういうのでね、うん、それで十分なん で、そうやって考えるんだったら、フレンチプレスはもっともっと本格的に近くて、でダイソーだったら500円で使えるんで、うん、こんな簡単なものないですから、うん、ぜひ、うん、すぐにでもダイソーに駆け込んでいって買ってきてください。ぜひ皆さんもフレンチプレスでね、でもコーヒー豆だけはでもこだわった方がいいですよ、まあ、ということですよね。あのそれをスーパーで済ませようとかじゃなくて、やはり、うんうんうん、気になるコーヒー豆店ね、それも自家焙煎でやってるようなところね、うんうん、でお近くにこういうところもあるならちょっとそこで買ってみようとか、ちょっと高いけど今日はそこで買ってみようとか、ちょっと高いけどね、うんうんうん、まあ私はね大抵カルディだと思ってる。カルディってあるんですか？あ、ないです、シンガポールには。でも日本は最近いっぱいね、カルディ見ますよね。いや、カルディさんだと思って、最低って失礼ですけど、ただカルディさんというのは、引いてくれるんですよ。うん、はい、その場でね。引、うん、き方を 言えば、そのようにしてくれますか、うん、普通よりも粗くとか、普通よりも細かくと言えば、もしくはエスプレッソ用とか言えばやってくれるんで、あそこの、うん、あちゃんとしたメニューですから、うん、あそこはディッピングマシンで、きちんとしたコーヒー豆のミルを使ってるんで、うん、簡易的ではないので、あの、多分エスプレッソでもできますね。だそういう引き方を選べるんで、うん、カルディさんはおすすめですね。そういう意味では。引き方をちゃんと選べますか？そうですよね。そうですよね。だからうん、あ、え、じゃあ待って待って、中澤さん。カルディさんに行ってコーヒー豆買ったら、あの、フレンチプレス用に引いてくださいって言えば、いいんですか、それともちょっと粗め、どういうふうに言えばお店の人は分かってくれますか？まあ、フレンチプレス用でも多分分かると思います。うん、うん、でも多分こだわってるとか聞かれる、声に聞かれるから、どのくらいの粗い引き方にしますかって、いやドリップよりもちょっとこう粗いのか、ちょっと細かいのかっていう、それを言ってくださいって多分言われると思うんで、だから例えばドリップコーヒーよりもちょっと粗くしてくださいとか、うん、フレンチプレスは細かく引いちゃうと、うんうん、さっきもこれ粉がね、うん、コーヒーの粉がこう残っちゃうんでね。はい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 。もう最後のは粉っぽくなっちゃうんで。そう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 。粉っぽいんですよ。だからできれば粗めの方がいいです。うんうんうん、だドリップと同じが最低限そこですね、細かさといえば。それよりもちょっと粗く、うん、一目盛りぐらい粗くと言った方がいいかもしれないですね。なるほど。ちょっとこう粗めに引いてもらった方がいいですね。であとはもう豆は選び次第というか、うん、あのね、カルディさんも10種類以上、うん、当たり前に10何種類あるんで、そこからお好きな豆、ブレンドでもいいですし、そうですよね、好きな豆でもいいです、うん、ブラジルでもエチオピアでも何でも選びますから、私は最低カルディさん、うんうん、カルディさんなら近くにいっぱいあるんですよ、日本だったら。ね、カルディさんがいいかと思います。これも回しもんじゃないんでカルディさんの回しもんでも何でもないですから。でもやっぱ今日は回しもんでも何でもないけどね、うん、選んで買ってください本当に、あの、はい、それがいいですよね。そうそう、ね、うん、あの本当さっき言ったように おいしそうなコーヒー屋さんがあるとか、友達からこういう、うん、そこのコーヒーおいしいよと言われたら、うん、なんか一回は試してでもいいから買ってくるっていうのがいいと思います。ちょっと高いけど、うんうん、ちょっと高いけど、でもそれで美味しいコーヒー飲めますからね。心が豊かになりますよね。ですから、あの、くれぐれも高い一部を買ったら美味しくなるんじゃないんです。うん、高い一部を飲んでるから美味しくはならないですから、それだけは覚えておいてください、うん。コーヒー豆が美味しいから美味しいです。そっちなんですよ。そうか、そうですよね。だからやっぱ、豆が重要ってことだよね。だからなんか世の中のね、コーヒーのサイトは、こういう道具を買わせるように、買わせるように、はい、何千円とか出て、で、それで儲かってるサイトは、そこのサイトは。なるほど。利益儲かって出てるわけですから、そうじゃなくて、美味しいコーヒー豆を買うから、買って飲んでるから美味しいんだって、道具が美味しくしてくるわけじゃないんだよ。で、そこから先突き詰めたいさ、やっぱ道具は必要ですよ。ね、それは必要だと思いますけど、うん、別に普通にご家庭でご主人とかお子さんと一緒に飲むのに、そこまで必要かって言ったら、大してそこまで必要ないと思うんで、みんなが美味しいコーヒーを作れればいいと思うんで、それはもう全然、道具にこだわらなくても美味しいコーヒーなので十分
成り立ちますか、成立するので、ぜひそっちをお願いします。で、町の地元のコーヒー屋さんをぜひ使ってあげてください、はい、あ、いいですね。そうそうそう、地元にコーヒー屋さんがいっぱいできるようになれば、あの、周りがハッピーになりますから、はい、私はこういう考えです。なので、また村井さんが最後、ごめんね、もう最後の最後に。村井さんの最後の、最後の最後、はい、僕の家は超貧乏。食べても食べねえか、マジで。家の庭に生えてるでしょ、それは。埼玉風に言うとね、はい、村井さん埼玉風に言うとね、東京とかでしたよね。あ、もともとは東京目黒でしたよね。はい、ということでね、はい、ありがとうございます、村井さん、最後までお付き合いいただいて。ということで、のりこさん、ありがとうございました、村井さん。2時間近くやっちゃってる、ごめんなさい。はい、いやいやいや、とても楽しかったです、中澤さん。中澤さんのホームページを見ていただいて、メルマガ登録をぜひしていただくと嬉しいかなと、私ものりこさんも嬉しいので、はい、ぜひ、のりこさんとつながっていただいて、ぜひ、つながってください。シンガポールの話とかもね。うん、できると思いますから、はい、そうですね、ぜひ、はい、のりこさんとつながってあげてください。ということで、ありがとうございます、つながってください、ありがとうございました、はい、ということで、じゃあありがとうございました。